こんにちは。せーの、フレデリックです。ボーカルの三原健二です。ベースの三原浩二です。ギターの赤頭龍二です。はい、今回は、6月15日リリースのシングル、はいはい、オンリーワンダーのミュージックビデオ解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。パフ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 。まあ、ちょっとね、MV を流すということで、はい、なんか気になったところあったら俺が止めるのでストップ言ってください。はい、それでは参ります。ストップ。いや、まだ始まって。だからワンダーってんだ、歌ってんだ、歌ってんだ、ずっとずっと。はい、行きたいと思います。はい、3、2、1、ドン。始まりました、ね、始まりましたね。3人並んでますね。うん、お、の、のぼ、のぼった。この場所が、この場所かな。ん、そう、そう、この場所が野球場でして、そう、実はこの、まあテーマとしては、まあ応援をしていくっていう、まあ見てもらったら分かるんですけど、増えましたね。これちょっと見てまおな。お、そう、このメガホン、このね、ここに置いてある帽子がかぶってる応援団の女の子たちが、はい、踊っていくという感じなんですけれども、あ、ここ、そう、ここ、あ、ここ、すげえ、めっちゃ見られとるね、現着。まあ MV の見どころなんですけど、まずやっぱリズムの感じとか、ダンスの感じとかのキレがやっぱりすごくて、その曲とのリンクがすごいんで、そこはやっぱ注目しながらちょっと見ていってください。はい、ドン。はい、ドン。ここからね、サビに入るんですけどね。おすごいな。そう、このダンスを覚えてほしいよな。これ何何何、この女の子たちは何人いるんやったっけ、うん、36人。そうそうそう、36人のダンサーで、でよくちょっと見てもらいたいんですけど、紋章を、腕章、腕章、間違えた、腕章をね、つけてるんですよ。これ、これ、腕章って、腕章ね、これ、そう、フレデリックになってるんですよね。俺らフレデリックっていうバンドなんですけど、そこの、応援するって意味でフレデリックになってるっていう感じなんで、これもぜひともチェックよろしくお願いします。はい、どうも。はい、どうも。チェック。チェックよろしくお願いします。これすごい、すごいよね。で、このこれそう、実際なほんまに応援してるんですよ、これ声出してて、やっぱりこれ音は俺らの曲になってるんですけど、この今わーって歓声やってる時とかに、ケンジ・リュウジって俺らの名前をこうなんか応援してくれてるんですよね、実は、うん、すごい、すごい、うん、普通に俺もこれやろうかなって今回俺らもライブでこうやっていやでもな、うん、でここみんな違ってみんな優勝、もうこれライブ必須なんでよろしくお願いします。ここライブ必須ポイント止めていこうや、もう止めていこう、止めていこう、もう今止めんでいいここだよ、いいとこです。あ、今のこれ巻き戻そうや、巻き戻そう、これすっげえ顔立てるの、ここな、そう、このサビ前のね、あれ、あ、これで、これでタカ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 タ、投げるんかよ、もう一回やろうか、もう一回やろうか、今ちょっと足りんかった。はい、あ、最低ね、はい、ここですね、このパーティー感がまたすごいんですよね。うん、なんかフェスとかでも踊れるようにな、やっぱり、うん、なんかこれ撮りながらすごいライブのこともイメージしながらやったし、なんかこの曲はやっぱり聴いてくれる人の応援になれればなっていうのはすごい思うから、思ってる以上にこの36人の女の子たちのクオリティがすごいんだよな、うん、キレキレやん、そう、ダンスのキレもすごいし、気合がすごくてめっちゃ嬉しかったよな。ここもライブ必須ポイントですね。あ、お弁当タイム入ります。そう、俺のここから女の子たちのね、ギターソロ始まったらみんな弁当食べ出すから、そう、これ
そうそう、あんまりギターソロに興味ないかもしれない。みんな興味ない。で実はこの弁当を食べてるシーンの時な、あの俺らも実際にこの弁当食べたいの。そう。実はほんまにこれ中に弁当が入ってるんですよ。中身は入ってて、それを食べ、あの演技とかじゃなくてほんまに食べてるんで。そうで、それボツになったの俺らが、うん、俺らが入ってなかった。あ、オフにもなってんの。オフにもなってんの。食べてます。この時の監督なんかめっちゃ面白かったよね。そうそうそう、お弁当何食べてるの。何入ってるのかなみたいな。ここ来るで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 。扉を火っていうやつの全然わかんない。火で見る。そう。このな。これの。おもろかったよな、これ。ね、こっち見る。扉を火で。そう。この向かい見てほしいな。この扉の火でみんなこっちを向くみたいな、そう、流れがあってな。これやってほしいの、ライブで。いや、これ伝わるかって。確かに。その前、リュウジの時お弁当タイムだ。そう。これ、火ポイントな。ですね。こっからの盛り上がりもまたすごいからね。もうやってる時マジで気持ちよかったよ。なんか周りでほんまにこうフェスでみんなが踊ってるようにこう女の子たちも踊ってくれてたから、うん、なんか自然と俺らの体もめっちゃ覚えていった感じが。フェスか思ったな。フェスか思った。人も多いし。だって君が笑ったんだ。この子たちは MV 見てくれたんかな。なあ、そこも気になる。そこ気になるところやな。私映ってる。意外とこの足場がな、あのベンチの動けなかった。ベンチのところが結構幅が狭くて、結構何回もこけそうになって、うん、これ結構大変やったよな。この名シーンをもう一度。この名シーンもう一度。欲しい。ここからフェードアウトしていくっていうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか。いや、いかがでしたか。いかがでしたか。でもなんかこう毎回俺たちフレデリックはこう MV を出してきて、あのやっぱりこうダンスっていうことがすごく強くみんなのイメージにあって、でその中で今回36人こうダンサーを呼んで、やっぱりリズムもある中で、やっぱその中に一番自分はこう歌詞にメッセージ性を込めた曲になってて、やっぱこう自由に踊っていいよって今までにこうバンドの中ですごく言ってきたんですけど、なんかそれだけじゃなくて、やっぱりこう俺たちが今こうしていきたい、進んでいった道ってこうなんだっていうことをすごく示したい曲にもなってきたんで、なんかそのエールがしっかり伝わればなと思います。本当、はい、うん、なんで早戻ししてんの。もう一回再生できんの。流しながら喋ろう。あ、そうする。BGM 的な。なんかあのでもお互いに負けないようにやったよ、そのダンサーの子たちと自分たちが。やっぱり俺ら3人で36人で、うん、やっぱこうもうチアリーディングっていう感じで、もう声もすごいしキレもすごかったから、なんかバトってる感じはあったけど、最終的にはみんなで一緒に応援してる感じになったよなっていうのがすごい感じです。そんな大人数の人たちと一緒に、うん、フレデリックと一緒に、まあ、監督さんを含めてね、全員で作ったオンリーワンダー、大事な作品になったので、またこういう解説も含めて見ていただければと思います、うん、はい、はい、最高の作品ができました。聴いてください。よろしくお願いいたします。以上、フレデリックでした。さよなら。ありがとうございました、はい。一番難関。
音と人をつなぐ場所 M1 ミュージック。